はい、カルチャーデー特別企画、東海エリアのハッシュタグいつもの夏を語るこじらせ女子会始めます。始めまーす。まずここでっていうか、なんか私写真なんか出てきましたね、これね。あ、ほんとだー。これね、アンジェリカさん回、うん、え、これだって、これハッシュタグいつものおねっていう回だよね、これ今日違うね。ごめんね、勝手に私自分の方向に寄せようとしたこれ、あの、実はですね、ハッシュタグいつものね、はい、ハッシュタグいつものね、皆さんつぶやいてくださいね。いや、これがですね、まあ、東桜の永安寺というところでね、節分祭りなんですよ。え、ちょっと待ってください。節分って2月じゃないですか。そうなんです。あのね、夏っていうかね、冬。食べるとこないから。そう、ここ最近ね、私ね、そのお祭りっていうものに全然ちょっと参加できてなくて。あ、まあ、そうなんですね。そうそう、お仕事のね、都合もあったりだとかするからあれなんだけど、うんうんうん、まあこの今映ってるのが、まあ私と鎌口ほもえさんと、あとあの左から2番目あのプロレスラー、女子プロレスラーの女の子と占い師さんと4名なんですけど。みんな癖。いや、ほんとね。みんなすごいから。そう、癖が強い。まあ何しろね、まあ節分ってほら、鬼を払う行事でしょ。うん、我々でいいのかっていうね。こういやー、そうね、こう、ねー、うん、まあ考え方としては、鬼を払うには鬼になるしかないという考え方なんですね。鬼が逃げていくと。そうそうそう。あ、これほら、今度今下に写った写真が、これもね、またちょっと、まあなんか私に関しては本当夏っていうよりかはゲイカルチャーでのお祭りっていう紹介になっちゃうんだけど、この写真がね、去年の11月に、あの、大阪のピカデリーというね、こう、巨大クラブがあるんですけどね。うんうん、そこで、まあ、北は北海道、南は沖縄まで、総勢約50名のドラッグクイーンが、まあ、いわゆるこう、フェイマスなドラッグクイーンたちが、一つの箱に集まって、ショータイムというのをしてみたりだとかをしたわけですよ。すごい、お祭りだ。わあ、すごい、すごい。そう、これ今上にステージに登ってる方はもう全キャストで、下に映ってる、そう、完全もうドラッグクイーンの人たちがぎっしり乗っかってる状態と、あと最後残ってるお客さんで写真を撮るんだけど、お客さんもね、800人超えだったわけ。すごかった。本当にまつげ落ちる落ちる湿気で、すごい大変。あと熱気も湿気もすごいんだ。いや、熱気も湿気も本当すごかった。だからこの日本当ね、まあ、思い思いの皆さんショータイムを、まあ、みんながみんなショータイムをするわけじゃないんだけど、50人いっぺんにできないからさ、うん、へー、これはみんな何を各地でやってる感じではなくてですか？うん、あ、これはね、10年に一度っていうぐらいしかこんだけ集まれないの。いや、これはね、楽屋も大変だったわよ、本当に。そう、一瞬思いました。後ろ裏どうなってんだろうと思って。いや、もうカツラも10年本当にもうみんなが一斉に早着替えをしようもんなら、もう足元カツラだらけだし、もう誰の香水かもわからないぐらい、うん、結構、え、あなたそんな感じへーみたいな、こう、あるんですか？あるんか。でもこれね、うまいこと言ってるのが、やっぱ女装ドラッグクイーンオカマとはいえ、うん、少年が男じゃない、やっぱどこかみんな。ほう。だから体育会系乗りみたいなものがしっかり残ってるから、うん、年下で若い子たちが自然にちゃんと場所を空けるとか、すごい、うん、やっぱなんかこう部活で体育会系を渡ってきた子たちも中にはいるんだなって、そういうところでね、やっぱ結構男の子を感じるわね。すごい、いろんなお祭り本当にありますね。え、二人花火大会とか行ってるでしょ、だって。いやー、ね、でも結構、それこそ夏のシーズンって、ふとした時に自分が行こうと思って行ってたお祭りもあれば、うんうん、たまたま車で出かけてたら花火が上がって、あ、今日港祭りだったとかっていう時も、昔経験があって、冬打ちの花火とかも本当に綺麗で、いいですよね。そうだよね。そういうの溢れてるのがやっぱいいですね。うん、そんなのもう
こう木曽川で上がる花火とかっていうのはもう本当に大イベントだったわけよ、うん、私たちからすると。で、まずもちろん花火が上がってる時もそうだし、城下町犬山城の下なんかではこう屋台があったりね、あ、うん、いい、で友達同士と行ったりだとかさ、そういうこともね、うん、なんかできたらいいな、今この年になってまたちょっとしたいなと思ってきたかな、うん、いや、うん、なんかあのいわゆるその夏祭りとか その曲であるみたいな、その、うん、夏祭りで好きな子にばったり会ったみたいな、そういうのを、うん、なんでやんなかったんだろうってすごい思いますね。あなんなんだろう、うん、ね、いや10代だからこそみたいなのね、ありますよね。あれでも女の子がさ、いつも髪を下ろしてるのにさ、お祭りで会った時に髪を上げてるっていうのでドキッとする男の子の気持ちは、そう、わかるのよ、私、あの気持ちは。すごいわかるかも。ある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 。そう。あと、お祭りのなんか、ちょっとすごい関係ない話していい？お祭りのさ、こう、お囃子をやってたりするとさ、結構ふんどし履いたりして太鼓叩いたりするのよ。犬山のこう、犬山祭りのこう、出汁を引っ張るとかさ、ああいう時ちょっと露出がいつもよりちょっと激しくなるわけじゃない。ああいうのも私結構ドキドキしてた。あれ、あれね。ゲレンデマジックみたいな感じですね。そう。冬のゲレンデマジックみたいな。わかる。ほんと。ちょっと何割増しになるんだよね。そう、ちょっとね、パンと張ったね。あ、やだー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 、あら、スケベだわ。どこ見てんの。やだ、ほんともう、それこそお祭りだわ、私の中でも。もうそんな景色が用意されちゃったらさ。そっかー。いいわ、祭り。お祭りいいね。生きてな。生きて。そうだ、今年は本当に、中止になってしまっているお祭りが多いので、うん、8月7日のカルチャーデーでは、うん、はい、ちょっとそういう思い出の話語ったりとか、やっぱいいよね、うん、みたいなのを語って、うん、また来年とか次回につなげていこうじゃないかみたいな思いで、そうですね、やる、うん、一日のデー企画なので、これみんなから思い出をこうみんなに送ってきてもらうっていうことだよね。あ、そうなんですよ。そういうことなんだよね。ハッシュタグいつもの夏、うんをつけて、はい、思い出メッセージはツイッターからで、写真があるよって方はインスタでハッシュタグ、うん、いつもの夏つけて写真の方をアップしてほしいなと、うん、ツイッターとインスタと両方うまいこと皆さん使い分けながら送ってほしいなと思っておりますので、うん、ぜひ皆様8月7日金曜日、うん、ZEPFM For Your Creative Life キャンペーンカルチャーで楽しみに参加してください。よろしくお願いします。というわけで、こじらせ女子の皆様、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。